こんにちは。和柄ミュージシャンです。ベサリ和柄金曜日は待ちかね日本酒のコーナーです。はい、今回ご紹介する日本酒はこちらでございます。はい、八海山純米吟醸です。こちらは八海醸造株式会社さんのお酒でございますが、八海山はもうすっごい有名ですよね。多分日本酒好きでもない方でも知ってる銘柄なんじゃないかなと思いますね。ね、よく和柄が日本酒好きって言うとね、八海山とか、久保田とか、越の乾杯とか、そういうの好きなのとかね、聞かれたりしますけれどもね。あ、で、まぁ、今回なぜ八海山にしましたかというと、まあ、このコーナーではね、あなたの好きな、日本酒大募集、ね、コメント欄に書き込んでくださいってね、まあ、いつもねこのコーナーの終わりに言ってますがね、コメントを書き込んでくださった方がねいらっしゃいましたのでね、その方は和柄の動画によくコメントくださる方なんですけれども、トッシー隊長という YouTuber の方です。釣りの動画とか釣った魚をさばいて、まあ、料理してね食べるという動画を上げてらっしゃいますけれどもね、和柄もねよくね動画見るんですけれどもね、ほんとね釣ったばっかの魚がうまそうでね、いつもねいいなってもう食べたいなって思うんですけれどもね。で、その年隊長さんがコメント欄に書き込んでくださったのが、この八海山と千中八作谷川岳と、あと松本というお酒です。でね、八海山は結構ねメジャーすぎるんで、わからぬネタが尽きたらやろうかなって思ったんですけれども、他の3つがね、千中八作、谷川岳、松本がね、和柄のよく行く酒屋さんに置いてないんですよね。そこも結構いろんな県のお酒が置いてあってね、種類豊富なんですけれども、あ、まあね、千中八作と谷川岳と松本はね見つけ次第ね購入してこのコーナーでご紹介したいと思います。はい、まあね、まあ、今回のこの八海山なんですけれども、普段はそこのねお酒作っている会社さんのホームページを見て、まあ、ご紹介してるんですけれども、まあ、八海山が有名すぎるんでね、ちょっと和柄が気になったんです。なんで八海山ってこんなに人気あるのと、有名でねって思ったんで、今回は酒ビボさんというサイトを参考にさせていただきます。常に日本酒ランキングの上位にランクインしている八海醸造の八海山、日本酒の種類はざっと2万種類ほどあるようですが、常にランキング上位を保ち続けている、まさに日本が誇る日本酒の最高峰の一つとなっております。はい、八海山がなぜ高い評価を受けているのか、本館の2万種類のお酒にない魅力、美味しさについて確認していきながら、八海山が日本酒業界全体に及ぼす影響、志について見ていきましょうということです。はい、あのね、日本酒全体で見るとここ30年の間に消費量は徐々に減っており、現在最盛期の半分以下になっているそうです。まあね、その原因は日本酒産業全体が安価で大量生産できる酒を作ってしまい、それによって日本酒の品質が下がってしまい、まあ、日本酒は次第に取り残されてしまっているそうなんですけれども、日本酒とは本来職人が一つ一つ丁寧に時間をかけて作るものであり、そのためどうしても少量しか生産できず高額にならざるを得ない商品だからといっ
って、まあ、希少で高級なものだけを作り飲む人を選ぶようなお酒だけを作り続けても日本酒は滅びてしまう、ね、このカット危機感が八海醸造さんが日本酒八海山を作るための志となり、このような状況を打破したい、質の良いものをたくさんの人に飲んでもらいたいとの考えから八海山は生まれたそうです、はい、常に上を目指せ八海山のあげる新しい日本酒醸造酸化醸1. 全ての普通酢を吟醸酢にする。全ての吟醸酢は大吟醸の品質を目指す。大吟醸酢そのものの品質を高いものにするというそうです。あ、ね、安い酒を大量に作ろうと思えば大吟醸よりも普通酒を作る方が合理的なわけだそうですが、あのね、八海山でもまあ普通酒があるんですけれども、あのこれただの普通酒ではないそうですね。はい、吟醸酒と同等の手間暇をかけられているそうです。普通酒でも八海山はクオリティの手を抜かない普通酒かというようなお酒だそうです。はい、で特別本醸造八海山は、まあ、本醸造ではなく吟醸並みの特別本醸造、そして吟醸酒は大吟醸酒並み、そしてね、今回ね、我が家がね、今ね、後でいただくゼンマイ吟醸なんですけれども、こちらもね、大吟醸並みで、まあ、米のうまみをこれでもかと言わんばかりに味わうことができるそうです。まあね、早く飲みたいです。そしてね、あのね、八海山の大吟醸は数量限定商品だそうですね。我が家がこれね購入した酒屋さんでもね、大吟醸もう売ってなかったみたいですね。ちょっとね、大吟醸あるのかなって探したらやっぱ見当たらなかったんで、まあそのお店に入ってこないのか、もうすでに売り切れてしまったのかちょっとよくわからないんですけれどもね。はい、まあそんな飲むのが楽しみなお酒です、八海山。はい、それではいただきますが、あの、まあ、八海醸造さんのホームページと今回参考にさせていただいた酒びぼさんのサイトの URL、詳細欄に貼っとくんでね、興味がある方はぜひご覧になってください。あ、そしてね、はい、あの、八海山好きというね、コメントくださった、都市隊長の、ね、YouTube URL も詳細欄に貼っとくんでね、はい、ぜひね、見ていただきたいなと思います。はい、それでは、いただきます。それでは、いただきます。乾杯。はい、それでは、純米吟醸、八海山に合う曲を演奏します。
曲ですね。まあ、この曲も超有名ですよね。すっごい名曲ですよね。まあね、この神前近所八海山にすごい合いますね。美味しい。じゃあね、ちびちび飲みながら川の流れのように吹きます。だってちょっとね、泣きそうになりました。長空ひばりさん好きですね。あと、なんだろう。あ、実はやっぱりベスト版とかしか聞いたことないの。あ、真っ赤な太陽とかね。あと、愛さん。でもね、じっくりやっぱね、聞きたいですね。あ、CD とかもね、持ってるんでね。
これ結構入ってるんでね、300ミリ。まあ、熱いた分だけ飲みます。なんか美味しいし、ね、曲もいいですね。でも、まあ、我々の演奏より本当はね、あの美空ひばりさんの、ね、歌われてる方、曲の方がね、本当に本当はね、それを聞きながら飲んでいただいた方がいいと思うんですけれども、ちょっとながらはね、チラ見してるので、ちょっと時間気にしてたりするんでね。川の流れのように鳴り合わせました。じゃあもう一回フェッと終わりましょうかね。先生なんでしょう ね、 AKB、 おにゃんこクラブをプロデュースしてるね、はい、そんなところで本日は失礼いたしますが、あなたの好きな日本酒で募集してます。このコメン動画のコメント欄や Twitter のコメント欄にぜひ書き込んでください。まあね、書き込んでいただいてはもう我が家が入手できない場合もあるんでね。もしね、この、あのね、お酒を送っていただいてたらね、確実に紹介できます、ね、お酒送っていただいて、でこの酒飲みながらこの曲吹いてってね、いうのがあったらね、我が家は猛練習します、その曲を。まあ普段、まあ言ってしまえば普段はね、ちょろっと練習してね、吹いてるだけなんで大した練習しないんでね、その曲の練習はねしないでね、吹いてますんでね、はい。というわけで、はい、あとね、チャンネル登録者も様も大募集しておりますので、ぜひ登録してください。はいね、登録ポチ、高評価ポチ、はい、よろしくお願いします。でもそういうのよりもなんかね、コメントいただけるのがね、一番嬉しいですね、はい。まあね、チャンネル登録者様も嬉しいです、すごく。あの、我が家せずに目指しておりますのでね。はい、ぜひよろしくお願いします。それでは、
来週も見てください。ありがとうございました。